きます。ラパンパラ、今日は今までご飯を食べてたんですけど今ご飯食べてプロスピして阪神の YouTube 見てっていう風にやってました。10周年いくね、お待ちしてます。珍しいですか？こんな感じです。東京ドーム行ってくる？羨ましい。いいな。フォローさせていただきました。ありがとうございます。ドラフト会議楽しかったね。今日も勝てると思います。今日いや、これは自分のやつです。どんな曲自分のセンターがいいかな。そう、前側行く右京めちゃめちゃいいかなと思います。のみんなのテーマはテンションを上げることで買ったしテンション高いんですけど、他のみんなはちょっとうーちゃんのマブでボムのオフショット着てジヒの腹筋動画とありがとうございます。でかきれいですか？でもここら辺にちょっとニキビがあります。夕日コンビに注目してます。ありがとうございます。今日はメイクさんにメイクしてもらいました。こんにちは、こんにちはこんにちは。お菓子食べたいな。お菓子が食べたいです。菅野の VS 西楽しみですね。楽しみです。ご飯はなんか秋っぽいご飯をお弁当でした。今日はなんか秋っぽい栗、さつまいも、芋ご飯、芋、きのことかいろいろ入った炊き込みご飯とかぼちゃ、春雨サラダ、あとうなぎ入ってました。うなぎでもね、好んで食べないんですよね。だから 2,3 口食べましたうなぎはちょっと苦手ですね。今日はさつまいもの日。あ、そうなんや。へえ。さつまいも。アナゴ。ねえ、大山選手の状態心配ですね。背中の張りってことはやっぱデッドボールがね大きかったですよね、絶対。あ、なんか家からそのまま出てきたみたいな人がいます。家からそのまま出てきたみたいな寝癖のままの人います。そうですよ。癖毛やねんな、ゆいなって。パーマです。え、パーマしてんの？そうですよ。え、悪悪くはない。悪そうですよ。パーマで
日初めてでパーマ当ててました。ちゃうぜ、江口さんも。あ、ほらそうなんです。でも私、当たりにくいんですよ。な、くせ毛みたい、うん、ちょうどいい。でも、公園汗かいてきたらくるくるなってくる。だって、あのリハ始まった時にくるくるやもん、うん、なんか、前でも超取れるんで、うん、当てた。メイク入りも広くない。ストレートどうすんの。できます。できんの。で、汗かいたらくるくるちゃおらんやん。やんちゃした久しごろですわ。ちょっと遅めの反抗期大学2年生年がね、うん、2個しか変わらんて、うん、いや、うん、3個ちゃう、うん、うん、卒業した年やから、うん、夕日コンビ来たやって、うん、夕日コンビなんで知ってるの、うん、なんで知ってる、うん、今日の深夜の独り言、パーマの何が悪いそうしますねって、うん、やめてパーマ悪いパーマ悪いですね。ルナさんと行ってた駄菓子屋さんね、行ってみたい。あれ可愛いですよね。思った、ユギコンビ結構広まってる。マジ意外、広まってるんや。ルイのすっぴんでした。こんにちは。1時間、え、500円なんや。ミルさんの誕生日の明日、10月14日。はじめまして。違うでしょ絶対なにこれ、なにこれ、すごい。なんて書こうかな。なんて書こう、なんて書くのが正解。これ何してるんですか。なんか書こうと思ってしおりちゃんです。あ、でも見えるな。 CO CO リ、しおり、女の魅力もある。立派なアイドル。静かだけど女の魅力もある、立派なアイドル。
何のためのやつなんやろ。髪伸びました？明日の夕方行くね。あ、楽しみ。ロングコートダディさんに大学の後輩が2人ドラフト指名されたよ。おめでとうございます。明日は夕方で2回もちひ変じゃないかな。ドラフト4期生飛び出しません。大山選手ほんまに心配。いやでもプロ野球とかのキャンプの自主トレの映像とか見てたら、すごい私たちよりも年上の方たちが私も全然できるなって思いました。またハズレでした。どこに出たボール？どこに食らってましたね。公演後の他のメンバーのショールームでバイバイしてるけど、いつも帰るの遅いですよ。ショールームしてるから時間で帰ってます。ふと締めかからなかったね。ちひはかかってたけどね。同じちひろでも楽しみ。今年のキャンプの映像とかもし YouTube に出るのなら見まくると思います。キャンプもね行ってみたいね。また4月1日おめでとう。ありがとうございます。森木くん羨ましいでしょ。痩せた痩せた。でも今日何っけ、今日いとこの方がいとこ体重測ったら痩せてました。何聞こえてたよ。うん、帯まで聞こえてるのかな。確かにこっちもだって聞こえるよ。
ちも聞こえちゃう、聞こえちゃいます。大丈夫でした？え、なんかトイレ行きたいみたいな言ってなかった？トイレじゃないですよね。トイレひどいですよね今。え、な、来ました？慌てて慌ててきました。何？いや、なんて言ったか一回やってみて。え、いいんですか？いや、知らないですよ。何言ったん？出口の名前を読んだときに、って言われて読んで何やろうとか思って行ったら普通に後ろのチャック閉めてでした。やばい。聞こえてました、ね。いや聞こえてなかった。私にはうっすら聞こえてたけど、こっちには出口うるさいしか来てない。よかったよかったよかった。慌て次やろ。ない。なら良くないよね。なら良くないんですよ。そうそう。ね。ちょっとじゃあもうそろそろ公演の準備をしたいと思います。13位ヨッチさん、12位犬の気持ちさん、カーバー、カー5位セブンオブナインさん、2位かんつきさん、1位じんちゃんさん、ありがとうございます。公演よろしくお願いします。ウィンク。頑張ります。またねー。